いいね。何が？何？コニコといえば島クイーン、ライツさんのお店だよね。ポケモンを進化させる不思議な石のお店。あ、マジで？進化の石買えるんや。へえ、めっちゃいいやん。進化させまくれることないそれ。ねえ。お得な掲示板。ライドポケモンを選ぶ画面で十字ボタンのマークにタッチして、ライドポケモンを登録すればすぐに乗れるようになります。あ、マジで？それ本当にお得。どこやっけ？これか。じゃあ、ケンタロスラッシュがこれね。で、ムーランドサーチがこれね。で、ラプラスがこれね。で、リザードンがこれ。絶対覚えれないけど。アリナはネットボールを見つけた。お、勝負しよう、釣り人さん。ポケモンともトレーナーともフェアの勝負を繰り返す。釣り人とは何者か。何？なんか含みを持った言い方だね。釣り人のマキオが勝負を仕掛けてきた。よっしゃ、やってやる。釣り人なんだから、水ポケモンを出すんだろうね。お、チョンチーって電気タイプやったよね。でも、水電気やっけ、チョンチーって。水タイプの技も使うよね。わからねえ。くそ、とりあえずアクアジットで。レベルの差でいけるか。あ、いけないこれは。いけないこれは。とりあえずあれかな。釣りネと交代。いけい。任せた、釣りネ。ちょっと釣りネの草タイプの草ジェットの他のやつが見たいんよね。ジェットパワー。ほらほら、ジェット宿り木のタレにジェット眠りごな。あ、でもあれかな、別に。ジェット宿り木のタレに使ってみようか。おーおーおー、結構な感じでダメージを受けたけど、あ、急所に当たったんか。さあ、行くよ。さあ、チュリネがジェットパワーを体にまとった。全力でジェット技、ジェット宿り木の種。普通のやつを使ってないけん、どれぐらい吸い取るんかがよくわからんけど。いやー、なんかそうでもないよ。そうでもないよ。じゃあ、マジカルリーフってしようと思ったのに。あ、てか、チョンチーもやっぱり水タイプではない。でも、これでさ、岩タイプとか使っていったら、あれ効くじゃねえか。普通に効果抜群じゃねえか。イエーイ。よくやった、チュリネ。お、チュリネがレベル32。みんな続々とレベルが上がっていくぞ。釣って喜び、逃して悲しみ。まあまあ、そんなに悲しむなよ。人生浮き沈みある。浮きを見ながら考える。泡の出ている岩陰なら珍しいポケモンが釣れると。へえ、泡が出とったら珍しいのが手に入るんやって。あ、てかちょっと待って。ここにはきっと、ほら、ヨクアタールを見つけた。絶対なんかあると思ったよ。だって怪しすぎやもん。ほい、ここがコニコシティ。あ、いい。いいやん、ここど。こういう感じ、いいやん。中華街って感じなんか。お、なんだなんだ、配達？郵便配達？クリスマスプレゼントじゃないよね、まだ。アローラならではのマッサージ、ロミロミをポケモンにいかが。ポケモンが懐いてくれるわよ。あなたの足レーヌにロミロミもみもみしていい？言いにくい。いいよ、別に。それじゃあ足レーヌ少し預かるわね。怪しげな音が。はーい、お疲れ様。今のロミロミであなたにちょっと懐いてみたい。ありがとう。私が揉んだわけじゃないのに。外国のグッズはよくわからなくて面白いです。奥にあるライチさんのお店の西や化石はよくわかるけどね。まあね、トレーナーならわかるだろう。いいね。何が？何？自分のポケモンに懐かれてるかどうか知りたい？知りたい。見てくれるの？
じゃあさっき、きっと、上がったであろう。アシレーヌを。それならアシレーヌの予想をちょっと見てみるわね。ものすごーくのついているのね。一緒にいると幸せなんだ。おー、やったー。アシレーヌ大好きよ、私も。よっ、俺は漢方屋だ。独学だけど物はいいぜ。独学で漢方屋って大丈夫？なんか、毒物とか売られない私。また来てくれよなー。あ、ポケモンセンターもちょっと中華風なんかな。私のニョロトだけど、ニョロボンかニョロトロに進化させるか迷って困って。だからズバッとちょうだい。どういうことだよ。いいけどさ。ボックスからもあげれるんやね。じゃあ、ほい。どうぞ。わーい、嬉しいな。ズバッと大事にするから、ニョロゾよろしくね。ありがとう。ズバッとをラウレアへ送ります。バイバイ、ズバッと。ラウレアっていう子なんや、あの子。今初めて知ったけど。おー、来たよ、ニョロゾ。ニョロゾも可愛いよね。まあ、ニョロモにはそりゃかなわんけどさ。ラウレアからヤンヤンが送られてきた。ヤンヤン、そんな名前つけてるの？ヤンヤンを可愛がってあげてね。もちろん可愛がるよ。ニョロゾのデータが新しくポケモン図鑑に登録されます。あー、ニョロモを飛ばしてしまった。ニョロモも欲しいな。レッツレッツ、どんなポケモンか調べろと。ニョロゾ、お玉ポケモン。陸上を練り歩いて餌の虫ポケモンを探す。食べるのは安全な水の中。怖い。ニョロゾは水 Z を持ってるの。水タイプの Z パワー使ってね。ありがとう。あ、持っとんやね。ぐるる？この子は誰のポケモン？この店の看板ポケモンかな。ポケセンのお手伝いをする可愛いポケモンではなく、カフェの残り物を狙ってるよ。見た目によらずたくましいやつさ。あ、そういうこと。あ、じゃあこれ野生なの？ノラ、ノラってこと。あ、ここにもおるやん、ニョロゾ。あわわわ、それは鳴き声かい？人生のあらゆることがポケモンに通じておる。原さんの教えでございます。へえ、弟子？おう、君、ロトム図鑑を持ってるね。君にぴったりのバイトがあるんだけど、どうだい？お、エーテル財団の人。いいよ、いいよ、何？僕はエーテル財団というところの職員なんだ。今はシェードジャングルにいる、ヤレユータンというポケモンの調査をしている。ヤレユータン？何それ、オラウータンみたいな。でも全然見つからず困っててさ。もしヤレユータンを捕まえたら、図鑑登録データを僕に見せてくれないかな。協力してくれたらお礼もさせてもらうからね。オッケー。そんなポケモン見たことないんだけど。あ、違う、女の子に話しかけたつもりだったんだけど、今ね。ボックスに預けられているポケモンの意識とは、そもそも意識とは目覚めており、自分や周りについて状況を認識できること。ポケモンはボックスの中で起きているのか眠っているのか。私もボックスに入りたい。なんか知らんけど難しいことを考えているんだね。まあ、確かに言われたら気になるかも。ほい、休ませてあげます。お願いします。さあ、これでみんな元気。お預かりしたポケモンはみんな元気になりましたよ。またのご利用お待ちしてます。ありがとう。お、ライツさんのお店、意外とシックな風情ですね。風情やって、風情や。島クイーンといっても素顔は普通の人なんですね。まあその方が安心はする。安心、なんかこういう急激に上からになるのはなんだ。島クイーン、ライチさんは岩タイプのポケモン使い、弱点の多い岩タイプで強さを誇るとはすごかよ。町の向かいにあるメモリアルヒルや命の遺跡、古代のアローラを治めていた王様の存在を感じます。王様とかおったんや。ここはコニコシティ、潮風迎え入れる町。なんか奥の方でさ、人がいっぱいうじゃうじゃおったよね。うじゃうじゃではないか、二人しかいねえ。やあ、どうも。挨拶だけなの？あ、ピカチュウが三匹も。かわいい。まあ、ピカチュウがたくさん。まるでピカチュウスプラッシュ。舞い上がった私はあなたにピカチュウ Z をあげちゃうの。え、なにそれなにそれ。アユナはピカチュウ Z を手に入れた。え、ピカチュウ Z やって。
ピカチュウにボルテッカーという技を教えるなら話しかけてね。ピカチュウのジェットパワーでハッピーピカチュウ。かわいい。え、で何？じゃあとりあえずピカチュウに、あ、違う。ピカチュウにピカチュウ Z。どこだ？ん？なくね？ピカチュウ Z。こっちか。あ、ここや。ピカチュウ Z。あ、その技を教えんかったら意味ないってことかな。ねえ、じゃあ教えて。ピカチュウにボルテッカーを教えたいの？教えたい。どのピカチュウに技を覚えさせるの？私にピカチュウは一匹しかいません。ボルテッカーってどんな技？ボルテッカーの代わりに忘れる技を選んでください。ここでちょっと説明見れるかな。ボルテッカー。電気をまとって突進する。自分もかなりダメージを受ける。麻痺状態にすることがある。あ、でも威力すごいよ。ということは？じゃあ甘えるがいらんね。はい。1、2のポカン。ピカチュウは甘えるの使い方をきれいに忘れた。そしてピカチュウは新しくボルテッカーを覚えた。ピカチュウの Z パワーでハッピーピカチュウ。これで使えるんかな、ピカチュウ Z。 あ、ほら使える。ピカチュウ Z の Z パワーをポケモンに与えてピカチュウ Z を待たせます。ノーマル Z と入れ替えます。よし、これでピカチュウのボルテッカーを特別な Z技にグレードアップする Z パワーの結晶を作り出す。さあ、これでピカチュウがパワーアップしたよ。やったね。あ、こんなところにアユナは進化の奇跡を見つけた。何それ、進化の奇跡って進化するやつ？誰が進化するのこれで。しかもどこだよ進化の奇跡。なくね、この辺。進化の奇跡、あ、あった。進化の不思議な塊、持たせると進化前ポケモンの防御と特防が上がる。進化前ポケモンのじゃない、進化前ポケモンのか。あ、別にあれを使えば進化するわけではないんだな。なるほどなるほど。灯台のある岬、あるいは岬の灯台。何あるいはって。名前がぼやっとしすぎじゃね。あ、あそこにもアイテム落ちとる。待って、あっこにはどうやっ、ん、こっちから登っていくんか。あ、坂があるやん、坂が。え、いけない。封鎖されている。なぜ？なんかせんといけんってことかな。ってことは、あの場所にはきっと何かしら、秘密があるんだな。秘密っていうほどのことじゃないかもしれんけど。お、こっちの方はなんか下っていけるよ。港？あ、でも特に何もないな。こっちの方とか人、おらんな。え、何もないのかい？何もなかった。じゃあちょっと、ここライチさんのお店って。はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は、概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。